こんにちは、レンジです。パタポン2の続きをやっていきます。もうね、収録の日が空いたんで前回何やったか全然覚えてない。あ、こっちがなんかできたんだっけ。おお、この間はまだいない。てか1と全く一緒じゃない、なんかミニゲームもねえ、なんか同じ感じだね。キンコンカカン、はじめまして、ベンジ様。クリスタル叩きのコンキンポン。神様の粋な計らいによりスプーンを持ってキンコン参上。ベンジ様のためならこのコンキンポンカカンと腕を振るいましょう。ベンジ様、鉱石なんていかがでしょう。鉱石ね、鉱石なんていかがでしょう。アチキの腕とこのスプーンで見事に手にしてみせますよ。全部ひらがなだと読みにくいね。さてさて、ああかわいい。ゴロゴロ、あなたは誰。僕はガラゴロヤッホ、おっきな岩の子供だよ。あなたはコンキンポンでしょ、よろしくね。ゴローン、体が大きくて誰も遊んでくれないよ。あの足の指を叩くんだよね、スプーンで。わあ、遊んでよ。ゴロゴロン、それじゃあ遊びましょう。どうやるんだ、丸か。オッケー、はいよ。タン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 。カラコロ、嬉しいな、こんなに綺麗な音が出た。オッケー、タンカンコンカンカンコン。よし、タン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 タタン。なんかあの指の位置で押すとかじゃないんだよな、覚えるな。タン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 タタン。 OK、記憶力が試される。あ、終わった。早かった、気持ちね。うわー、しょぼーい。そんなもんかい、そんなもんかい。これもう一回やろう。これ2回成功すれば次の9が出るはず。あの木と一緒だったら。3回だったっけな、2回だったっけな。いや、なんか失敗したらダメだったんだよな。よし、じゃあもう一回やります。タン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 。木より簡単かもしれない、こっちの方が。タン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 。でもまだ初級は小指使ってないからね。タン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 タタン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 タタン。小指が入ると難しくなると思うよ、これ。タン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 タタン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 タタン。オッケー、これで次の球出てくれよ。いいもんくれ。うわー、しょっぽ、しょぼすぎない、ちょっと。でもね、石、うわ、来た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 。レベル2。金ならいくらでも、いや、そんなにないけど。まだある。はいはい。ここのセリフは一緒だから。いいよ。パンパンパン。パンパパンパン。パンパンパン、一緒じゃないか。2回一緒ね。パン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 パパンパパン。簡単だね。パパン
パン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 。いや、なんか難しくなってきたな。あ、終わった？あ、終わったわ。最後のちょっと難しかった。お、赤いのくれた。カチン、カチンコーとかじゃない、あれ。わかんない。よし、もういいか。これによって、ちょっと待ってよ。一番強化すべきはどれかをちょっと考えようか。ユミポンなんじゃねえかなと思ってます。盾と牙は、切り替えて使うから。でも盾全然育てねえな。盾ちょっと育てよう。おお、ニョン玉ってまだ作ってない。チクも作ってないか。チクってどっかいなかったっけ。これチク。あ、また。あ、そうだね。んこれ何を見せられてる。見るってやったうん、うん。縦、縦をちょっと育てたいね。この、うさぎ2匹いるから、片方、にょん玉にするか。ああ、こっから地区につながるんだ。なるほど。にょん玉になりました。ちょっとこのベースを上げていこう。ガチガチ肉99ない？マジ？うわ、クネリキワとか使うようになるじゃん。こいつは？あ、こいつここいけるじゃん。あ、いけるいける。うほほ。あ、いける。コッペン、うほほ作ったばっかなんだよな。コッペンまでいっちゃうか。謎の肉。はい。ああ、かわいい。皇帝ペンギンでコッペン？え、超かわいい。え、こんなの。こんなの前作いた？いないかもね。なんかここら辺はいたような気がするけど。え、かわいい。どれをどうしようとしたんだっけ。まあいいか。こんなもん、こんなもんだ。これとか、多分うわぁ、全然ダメだ。これ？あ、ダメだね。牙が全然ないよ。よし。まあ、こんなもんでいいでしょう。今、どういうとこだっけ？あ、ボスか。ああ、はい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 。思い出した。ゴーンが、雨降らせれば見えるようになるよってなんか教えてくれたんだ。だゴーンは、多分敵じゃないと思うんだよな。雨が弱点。オッケー。センチュラっていうくらいだから、雲だろうね。多分雲だと思う。合ってるかどうかは分かんないけど。あ、あ、あ、殺しちゃった。あ、ちょっと待って。待って待って。ちゃう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 。弓は必要でしょ？あ、これなんか今面白い配置になってる。ボスだから盾は持ってきたいね。いや、やっぱコッペンかわいいな。この中のさ、あ、できたできたできた。強い人たちを前に持ってきて。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。コッペンかわいい。え、ちょっと今なんか、待って待って、あの水になんかすごいマークついてるけど何？水耐性最強ってことか。まあいいや。あ、これもさ、こうして、こいつが強いんだっけ。こいつ一番前もと。はい、こうだ。これでいいかな。ちょっと牙か。牙ね、槍にすっかな。でも槍弱いか。
なんか槍が全然育ってないね。強い武器もない。じゃあ牙、よし、これでいこう。待って、この上にセットできそうなものもなんかある。あれなんだろうね、前作あったかな、覚えてない。よし、じゃあセンチュラを倒そう。センチュラって聞いてなんでクモだって思うんだろう。タランチュラ、タランチュラ、オーケー。あ、ポン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 、ドンだった。ポン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 パタポン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 。これあれだね、鉱石のあの赤ちゃんとかのやってればこれが上手くなるね。うわ、あー最後失敗した。いけ、おっしゃ、守れ守れ、よし。え、捕まってっけど、ヒーロー死んだよ、あれ投げられたら。え、戦線離脱、復活しない。あ、え、復活しないよヒーロー。え、っていうか何、パタポン死の宣告かかってない、何あれ、カウントダウン始まってる。ああ刺された、あれはガードしてもダメだったからな。あれ捕まったら殺される。いい牙、フェーズ終わったわけではない。ああ、よし、ちょうどいなかったあそこで。ああ、これうざいね。ポンポンパタポン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 、オッケー、すぐ行くよ。あ、あの死の宣告あれか、雨のミラクルがの効果時間だ。狙われてる。え、自分刺した。あ、毒。オッケー。よし。いいね。やりたい放題やってるよ。パターン入ってんじゃないこれ。いいねいいね、しかも牙なかったような気がする。あの素材牙が欲しかった。牙取り放題、倒した。
よし、とりあえず1で終わりだったね。え、めっちゃ牙もらった。あら、稼ぎ。あの、自分を刺そうとしてる時にひるませると多分牙が出る。まあ、そんなん狙ってできないけどね。いててをいっぱい拾った。ギザーザーももらった。いや、でもね、あのボスはちょっと強いね。で、ヒーローいるだろうな。ベン様、やはりゴーンは、武人？武人？あ、武人ね。あの、武士の武に人ね。ゴンロック山にて我らとの決戦を望んでいるようです。なるほど。敵のキバトンにはタテポンを前面にチャカチャカで踏ん張ってください。ああ、オッケー、タテポンは連れてけと。なるほどね。ちょっとヒーローよみがえるかちょっと見届けたいね。ユニポン、ユニポンだっけ、キバいる。どう？わあ、よかったよかったよかった。よかったねー。これとか。あ、ギザザキバはあるけど、骨がね。この、強い種族にするのはいいんだけど、レベルアップができなくなるな。攻撃力が次第に増えてくる。ワンダにするか。待て、上の系列があんまり乏しいか。こいつは上か。こいつでももうこっちが欲しいんだよな。じゃないとこっち側いけないから。まあいいや、それはゆくゆくでいいか。で、今回縦ポンをちょっと強くしとかないとな。こいつは進化させとくかな。今何がいる？これとこれがいる。あ、下の系列行ってないか。誰か下行く？プヒョッコ、プヒョッコ。これさ、あの、ここに設置しないやつでも育てられればいいんだけどな。できないよね。これ上だもんね。こいつも上だもんね。上ばっかだ。あらあら、上ばっか。下、下、じゃあ一人下やろう。カチンってつね。ほい。いける。ワンダ。おお、あ、来た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 。デカポン進化。うわ、ここまでいける。いけるけど、とりあえず、デカポン作ろう。OK、作れる。あー、デカポン。とりあえず3つ作って。デカポンはね、破壊力よ。一番右はノーマルにしといて、上と下でいくか。あ、可愛くね。そう、デカポンのデメリットはね、可愛くないっていうところです。なんか全然いけるな。あ、徐々にいくつか。ワンダね。ワンダでいくか。ここもいけちゃうんじゃない？あ、いけないよ。こっちだな。あ、いけないわ。いけない、いけない。じゃあ、こんなもんか。で、こいつだけレベルアップさせた。いいんじゃない？いいんじゃない？デカポン。じゃあ、せっかくだからデカポン連れていく？まあ、次回になりますけどね。デカポン、タテポン、ユミポンでいくかな。ユミポンがやっぱりね、後方から攻撃できるから好きなんだよな。ヤリポンは中途半端。中途半端だけど、まあ汎用選手ですよね。
デカポン、デカポン、まずちょっとデカポンどこに配置されるか見るわ。うわぁ、決戦だよ。ちょっと待って。行かないですよ。タテポンより前に行くのかどうか。あ、後ろだわ。やっぱタテポンは一番前だね。これいいんじゃない？見たらこれで行く？いやぁ、このツインテールだよ。ワンダ。武器が揃ってないんだよな、デカポン。いやーこのコッペンがやっぱ可愛い。あそこから足生えてるのがさらに可愛いんだよな。気に入った。はい、ということで今回はここまでにして、次回ゴーンとの決戦、まあ、絶対ゴーンは 悪くないから、はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。